天然物と養殖物がある。たかがたい焼き、されどたい焼き。そんじょそこらのたい焼きとは違う天然物のたい焼きを食べてみませんか。日本一のたい焼き。はい、やってきました。日本一のたい焼き。これ切っていそうになった。たい焼きです。じゃーん。ここは岡山市竹部町になります。はい、今日はこの日本一のたい焼きを食べにやってきました。では早速行ってみたいと思います。美味しそう。じゃあ行ってみたいと思います。テレビとかでも紹介されているみたいです。ご注文お願いいたします。一匹です。はい。ありがとうございます。はい。じゃあ黒あんと白あんとカスタード。じゃあ最初は黒あんを食べたいと思います。じゃ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 ん。熱い。中にあんこがめっちゃたっぷり入ってて、でしかもすっごい焼きたてで外がサクサク。で次白あん。どうもありがとうございます。甘い。黒あんより白あんの方が甘さが、あんこの甘さが強いですよ。カスタード。じゃじゃーん。わ、見て、めっちゃ入ってるカスタード。美味しそう。おいしい。味ある。めっちゃおいしい。めっちゃ甘くもなくて、ちょっとこう食べやすい、重たくないカスタードがぎっしり入ってる感じです。何が日本一なんですか？社長の方が福岡出身でありますね。そう、日本一タイという言葉に固めにかけて、そういうことね。はいはい、はい、ということでですね、食べてきました。日本一たい焼き、おいしとも集中です。まあね、こうやって感じで車もちょいちょい来てたりとか、まあ会えない場所なんで、お客さんがもうね、絶えず来て帰って来て帰ってって言って、めっちゃ並んでましたね。はい、すごい美味しかったです。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いつもスピチューブ見てくれてありがとう。これからもよろしく。チャンネル登録もぜひぜひ。